ございます。いや来ましたね、この日がね。とうとう来ましたね。とうとう来ましたね。まあ私このねキャンピングカーを購入して3年経ちまして、まあいろいろ釣りやキャンプと楽しんできましたけれども、まあね、今までやってきたことが認められて、私ジャパンキャンピングカーショー2022年公式アンバサダーに就任しましたということで、まあ、今日このね就任式とトークショーがあるということで、その裏側を皆さんにお見せしたいなと思います。いやー嬉しいよ。もう今日も天気もいいしね、受賞日和、受賞日和ね。まあ、じゃあ行きましょう。こちらでいいですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube 見てくださってる人はね、分かる。いつも何着もね、見て用意してくれるんですよ。まあ、今日はどうしましょう、はい、今日はアウトドアキャンピングカーだけど授賞式なので、はい、アウトドアっぽい感じのスーツというかジャケットスタイルなで、はいはい、バンダナの柄のネクタイ、いいじゃない。まあ、この辺がちょっとアウトドア感ね。そうですね。なんならこれも焚き火そのままいけそうなね。そうです、もう焚けた。燃えづらいから焚きましょう。あ、焚きましょう。こんな感じでいこうかと思います。 OK です。で他にもすごい可愛いのを用意してください。ああ、ありがとうございます。どうもないです。それでこのぐらいがいいかね。うん、そうですね。そうしましょう。はい、じゃあメイクしますか。メイクはい、大丈夫です。ありがとうございます。シャキーン。こんな感じです。お弁当、お弁当、初めてのお弁当、万葉軒さん焼肉弁当、やった。時間大丈夫ですね、まずね。よし、あ、うまそう。おいしそう。お肉でっかい。あ、これほんと YouTube みたい。 YouTube じゃない。まあ YouTube だ、 YouTube YouTube だけど、いただきます。すごいな、肉大きいよ。うん、あ、うまっ。うまいよこれ。あ、これ千葉の駅弁なんだ。そっか、なかなか千葉で駅弁ね買うことないもんね。すごい、お気遣い嬉しいですね。
早い。ついていく。ジャパンキャンピングカーショーアンバサダーに就任いたしました、されました俳優の金子貴俊さんです。どうぞ。どうも皆さんこんにちは、よろしくお願いします。感染予防のために本日は無言での授与とさせていただきます。そしてタスキをですねお持ちいたしました。本来であればタスキを荒木会長の方からかけさせていただく予定となっておりましたが、感染症予防のために金子さんご自身がそれを取ってで自分でかけていただくことできますか。はい、すいません。それでは授与となります。どうぞ。はーい、バッチリ決まりました。おめでとうございます。はい、じゃもう一枚参りましょう。はい、ありがとうございます。それではグータッチの握手かなんか、握手できない流れがグーでいきましょうかね。おめでとうございます。最後にぜひメッセージをお願いします。そうですね、僕が購入するときにやっぱりこういろんなキャンピングカーを見て、でいろんなオプションを調べたりとかして、その選んでる時間っていうのがめちゃくちゃ楽しかったんですよ。確かに、はい、で、あ、これつけようかな、これいらないかなとかで、今買おうと思っている方はそのどういうものを購入しようかっていう時間を思う存分楽しんでください。で、楽しんで悩んで悩んで選んだ1台は間違いなく自分に大きな幸せをくれると思います。そして今もうキャンピングカー乗ってるっていう方はね、まあ多分日本全国旅してたら RV パークとかでね、どっかで あるんですよね。あります。もうしかも安いんですよ。電源があったりとかね、はい、でそこ近くで温泉があったりとか、はい、そういうところでねお会いすることもあると思いますので、はい、まあ、キャンカー仲間としてなんか声かけていただいたり、一緒にキャンピングカーをね、盛り上げていけたらと思いますので、はい、どんどん SNS とかでね、はい、発信していただけたらと思います。ありがとうございます。はい、今日はですね本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、もう楽しいトークずっと延々聞いていたいんですけども、そろそろお時間でございますので、ね、はい、ありがとうございます。改めまして、山さん就任されました金子貴俊さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでジャパンキャンピングカーショー2022年公式アンバサダー就任式無事に終わりました。まあ、これからね、まあ、アンバサダーとして、まあ、キャンピングカーの魅力を多くの人に知っていただけるように頑張っていきたいと思います。本日は最後までご視聴ありがとうございました。